株式に関係する変数の関係純資産は会計学の用語であり、簿記における勘定科目の区分の一つである。会社の資産総額から負債総額を差し引いた金額を指す。なお、差し引き金額がマイナスであっても、純資産と呼ぶ。対借対象表は、資産の部、負債の部、純資産の部しか存在しない。純資産は、負債と共に貸し方に記載される。 純資産は株主に帰属する純粋な資産となる部分とそれ以外の部分に区分される。かつては資本あるいは自己資本、株主資本と呼ばれていた。日本では2005年12月9日に企業会計基準委員会の企業会計基準第5号、貸借対象表の純資産の部の表示に関する会計基準において純資産を正式名称と定義された。 株主資本評価、換算差額等からいずれも株主資本ではない、新株予約権負債ではなくなった、非支配株主持分連結会計の場合のみ、独立した項目でなく純資産であるとした。ありがとうございます。